こんにちは。今回のレシピはココアのロールケーキです。中に挟むクリームにはチョコレートがたっぷりと入っています。ココアのスポンジケーキは泡立てた卵に薄力粉とココアを混ぜて作るんですけれども、ココアを混ぜるとどうしても生地の気泡がどんどん潰れていってしまうので、今回は気泡が潰れにくい生地にするために卵を卵黄と卵白に分けて、まずは卵白をしっかりと泡立てて固いメレンゲにしてから卵黄を加えて泡立てています。あと中に挟むチョコクリームはチョコと合わせる生クリームが高脂肪だと泡立てた時に分離してボソボソになってしまうので、このクリームを作る際は乳脂肪 36% 以下の生クリームを使うようにしてください。ではココアのロールケーキです。とっても美味しいのでぜひ作ってみてください。どうぞ。作っていきます。まずは高速でふんわりするまで泡立ててからグラニュー糖を少量加えます。ふんわりと柔らかめの角が立つぐらいになったら、残りのグラニュー糖を4回に分けて加えます。上を向いた角が何本も立つぐらいまでモコモコに泡立てます。低速に切り替えてゆっくり1分半泡立てて全体のキメを整えます。キメが整ってくると生地にツヤが出てきます。
た粉を4回に分けて加えて、その都度織り混ぜます。混ぜ切る前に次を加えていくようにします。混ぜ終えて粉が見えなくなった後も約1分半ほど織り混ぜて生地ムラをなくします。少しだけかさが減って緩く滑らかになるぐらいで混ぜ終わりです。
き始めは少しきつめに巻いた方が綺麗な形になります。ラップを持ち上げてスポンジを時々押しながら転がしていきます。ラップに包んだままだとスポンジの表面が剥がれやすいので、クッキングシートに包み直します。冷蔵庫で一晩寝かせてクリームとスポンジをよくなじませたら出来上がりです。寝かせた方が一体感があってより美味しく食べられます。